現在航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の後継機種として開発が進められている次期戦闘機においては、イギリスと及びイタリアとの共同開発によるグローバル戦闘機プログラム GCAP が立ち上げられているよ。それを推進させるための3カ国政府機関としてグローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO が設立されることになり、2023年12月14日に3カ国が署名していたな。今回はそんな次期戦闘機開発にサウジアラビアが参画する話について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この GIGO の設立条約については2024年5月に衆議院において可決されていたんだけど、6月5日の参議院本会議においても可決され、日本における次期戦闘機開発が次の段階へ進められることになったんだ。次期戦闘機については当初、これまで航空自衛隊にはアメリカ製戦闘機を導入するか、F2 戦闘機のようにアメリカ製戦闘機をベースに開発された戦闘機を運用してきたけど、そのために日本の国情に合わせた自由な改修が許されず、アメリカの戦闘機メーカーに高額な改修費用を支払う必要があるなどの問題が生じていたってわけ。そのため次期戦闘機においては、15から30年後における将来の航空優勢に必要な能力、次世代技術も適用できるゆとりある拡張性、自国における改修の自由度が高い、国内企業が関与できる、開発及び取得のコストが安いなどの観点に従って検討が進められたよ。そして、2018年12月18日に内閣閣議により新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画が決定された際に、中期防においてF2戦闘機の後継機については、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとした上で、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手することが明記され、海外の既存戦闘機を導入する案は技術上及び価格上でのデメリットが多いとされ、国際協力の可能性を含ませた上で国内企業が主導して開発を進めるとの方針になったぜ。そして、2020年10月に当時の岸信夫防衛相が、三菱重工業を開発主体として選定し正式に契約を結んだことを明らかにし、他に三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が次期戦闘機開発計画に参画することを発表し、愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場内に開発センターが開設されることになったわけだ。これと同時に海外における協力企業の選定も進められ、技術提携先としてアメリカのロッキード・マーティンとボーイング、およびイギリスの BAE システムズの3社が候補として挙げられたな。当初は、これまで航空自衛隊で運用してきた数々の戦闘機のほか、F22 ラプターや F35 ライトニング2などの第5世代ステルス戦闘機を開発製造しているロッキード・マーティンが有力視されていたが、かつて F2 戦闘機の開発において同社の F16 ファイティングファルコンをベースにするようにアメリカ側から強要され、その結果として革新的な技術情報をブラックボックス化されたことにより事情に合わせた改修を自由に実施できなくなったことがあり、次期戦闘機においても同様の状況に陥る可能性を指摘する声が上がっていたね。また、アメリカ軍においては F22 や F35 などの後継となる戦闘機開発について有人機の開発を進めることに懐疑的であり、ロッキード・マーティンが日本との技術提携に乗り気ではないことや、アメリカ側の戦闘機に対する要望が日本の次期戦闘機開発計画とは方向性が異なるため関連性が低く、連携しての開発が期待できないことなどが問題視され、そのため政府と防衛省ではそれまでの方針を転換してイギリスの BAE システムズを海外の開発支援企業とすることを2022年5月に明らかにしたよ。イギリスでは日本と同じタイミングで現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる、第6世代となるステルス戦闘機としてテンペストの開発をイタリアなどと共同で進めており、さらにはイギリスとはレーダーやミサイルなどにおいて共同開発が進められていたことが決め手となったんだ。そして、2022年12月9日に日本、イギリス、イタリアの各政府から、GCAP が立ち上げられたことが発表され、日本が進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリアが進行中させていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、3カ国共通の戦闘機を共同開発して配備することが発表されたね。この GCAP に参画する各国の企業については、日本は三菱重工が主契約者となって機体を担当し、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになり、イギリスでは機体については BAE システムズ、ロールスロイスがエンジン、ミサイル開発を MBDA、電子機器はイタリア企業のレオナルド S.P.A のイギリス法人が担当し、イタリアからはレオナルド S.P.A とアビオエアロが開発に参加したぜ。そして2023年12月14日に、日本イギリスイタリア各政府は GCAP の推進管理を行うための国際機関として GIGO グローバル戦闘航空プログラム政府間機関設立の条約に署名したわけだ。この GCAP についてイギリスとイタリアは、完成した戦闘機の製造機数を増やしてコストを下げる意味でその輸出を積極的に行いたい意向があり、イタリアのレオナルド S.P.A のロベルト・チンゴラーニ最高経営責任者 CEO などは将来的に開発計画に参加する国が増えることについて、その可能性を排除すべきでないと述べるなどしていて、GCAP の参加国が拡大する可能性を示しているらしい。それについてイギリスのフィナンシャルタイムズ紙の2023年8月11日付の記事において、GCAP に中東のサウジアラビアが参画を希望しているとする記事を載せ、各方面に波紋が広がっているね。サウジアラビア空軍ではユーロファイタータイフーンを導入して運用していて、その際に同機を国内で組み立てることを要望したことがあるなどの経緯があるほか、イギリスやイタリアとは軍事面以外においても結びつきが強いとされていることから、原油輸出によって強大な経済力を持つサウジアラビアが正式に参画希望を表明すれば賛成することは間違いないと見られているんだ。GCAP によって開発される次期戦闘機の1機あたりのコストについては様々な見方が出ているが、次期戦闘機を含めた第6世代戦闘機では200億円を超える金額になるとの見方が大勢を占めているんだって。近年の戦闘機の購入金額は、日本が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F35 においても200億円近い金額であるが、無人機との連携など第5世代戦闘機にはない機能が追加されより高性能とされる次期戦闘機においては、200億円をはるかに超える金額になると想定されているため、GCAP への参加国を増やして製造機数を増加させることによるコストダウンは必須なのであるが、イギリスやイタリアと違い、防衛装備移転三原則によって戦闘機の輸出が制限される日本は GCAP の参加国が増えることについては消極的な立場を取らざるを得ないぜ。そこで日本政府は、2024年3月26日に次期戦闘機の輸出について、自民公明両党の合意に基づいて歯止めを設けた上で第三国への輸出を容認する方針を決定したらしい。第三国への輸出を認める歯止めの内容は、今回輸出を容認する対象が次期戦闘機のみに限られ、その輸出先については日本が防衛装備品の輸出などに関する協定を結んでいる国に限られるとされ、さらに戦争や紛争などによって戦闘が行われている当事国には輸出しないとされているからな。日本は2024年3月時点においてサウジアラビアとは防衛装備品の輸出協定を結んでいないが、協力という点での合意は得られているため、協定を結ぶことに支障はないと見られているな。しかし、サウジアラビアがイスラム教シーア派などへの武力行使を実施していることから、紛争当事国とみなされる可能性が高く、イギリスやイタリアがサウジアラビアに輸出することは容認できても GCAP への参加を認めることは難しいと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。